チラフロリン、伊沢です。チャンスーマーミです。みんな、ハリーどうも、ハリーです。ジュンジュンしてる、ジュンジュンだいよ。おー、イエイ。今日の企画は何ですか？今日の企画は行きたくない、行きたくない、絶対行きたくない、絶対行きたくない。言い訳を考えることしか考えてないから。今日の企画は忘れた頃にやってくる水着撮影前の体重チェックです。体重か、なんて無理、やだ、マジでやだ。え、自分たちやばいっすよね。え、メンズもですか？メンズもです。もちろん自分たちやばい。メンズだ、メンズってやったことないじゃん、体重測定とか体重チェック。今回は入ったばっかりの頃と比べてちょっと変わった子たちもいるので、メンズも特別に追加しちゃいました。きちいな、追加しなくていいよね。イエーイ、最高ではないよ、全然。マジか。まあ、海撮影前なんで気合い入れてやっていきましょう。はい、はい、それではどうぞ。見なくていいですよ。はい、ハリー175cm やっていきたいと思います。マジか、きちいなこれ。はい、いきます。僕の体重は 68.1kg でした。ちょっと太ったね、入ったよりは。まあ、だけど、まあ、シンプルに今ちょっと夏に向けて筋トレをやってるので、まあ、筋肉の重さかなっていう。これから雑誌の撮影あるので、それに向けてちょっと体を鍛えていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。順々に 173cm です。使っていきたいと思います。59kg でした。入った当初が 56.5 で約 2.5kg ぐらい、まあ、増量しました。まあ、食べる回数とかも増やして、夏の撮影に向けてもう少しがっちりした体型目指して頑張りたいと思います。体重は 160cm です。いきます。怖い、よ、せーの。え、怖い、めっちゃ。おー、まあ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 、いいかな。あと3kg 痩せたいんですよね。それまでにちょっと筋トレしてお尻上げたりとかして頑張りたいと思います。ギャルのマックスでいきます。頑張ります。まーちゃん、身長何センチですか？155。え、マジで本当に1ヶ月測ってないかな。はい、待って、痩せてる。 47.4。 待って、3kg 痩せたんだけど。これでもなんか産後なかなか体重落ちなくて結構なんか病んでたんですけど、最近ちょっと筋トレみたいなのを始めて、あんま体重意識してないんですけど、普通だったら筋肉量増えてたら太るはずなんですけど、なんでか痩せてました。嬉しい。まあ、もうお腹結構なかなかやっぱね戻りづらいので、なんか皮とかも伸びちゃってるから、産後でお尻とかならプリッてできるから、お尻を鍛えていきたいと思います。次の水着までに頑張ります。はい、まひろです。ってことなんですけど、急に座れって指示をされたので、今ポツンって座ってます。今日の企画は抜き打ち体重チェックです。いや、マジで終わった。昨日ハンバーグ 280g 食べました。待って、最高じゃない？最高食べた。まあ、見た目ってことで体重じゃないんで、やります。レアンです。何だと思います？抜き打ちみたいな。何の抜き打ちだと思いますか？財布とかやったら嬉しいなみたいな。正解は、はい、体重です。なんでや。早速体重を測ってもらいたいと思います。身長お願いします。身長は 157cm です。先に言っとくと、マジで 50kg は多分超えてます、普通に。いきます。ねえ、本当にやだ。やばいやばい。52.1kg です。これはやばい、やばいけど仕方ない。マジ言い訳じゃなくて、もうダンスやっててマジで筋肉量が多分人一倍あるんです。プラスで筋トレ大好きなので、でもあと 3kg 落とします。え、まひろが人生で一番痩せてた時の体重って何キロなの？47とか。じゃあ筋肉なんだね。マジで筋肉、体重じゃないです。皆さんあんまり気にしないように。ありがとうございます。ありがとうございました。まひろでした。早速レオンの体重チェックをしたいと思います。身長は多分154。では早速体重計乗ってもらいます。
何キロでしたか？45.8 です。自分の中では重いの？一番痩せてるのが42で、夏なんでやっぱあと3キロ落としてベスト体重で海行きたいです。以上、ネオンちゃんの体重チェックでした。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、何でしょう、抜き打ち体重チェックです。まあ、まあ、いけます。いける？いけないけど、まあまあまあ仕方ないんで測ります。はい、こんにちは、リアナです。え、てか思ったんですけど、めっちゃ怖くないですか？なんか超ギャル昔のギャルみたい。ということで体重を測っていこうと思います。身長は155cm です。乗ります。 42.7kg です。5日だけ食べちゃったんで、あと 1kg ぐらいこの何日かで落とせたらなって思います。頑張ります。こんにちは、ママです。はい、今回は抜き打ち体重測定ということで測っていきたいと思います。じゃあ早速乗っていきましょう。37.1 でした。今のキープぐらいでいいかなって思ってるんで、絞りすぎず、気抜いて太りすぎず頑張りたいと思います。あと、なんかちょっと水着撮影だから、お腹とかお尻とかちょっと筋トレしようかなって思ってます。以上、ウマでした。バイバイ。なんかこんな結構変な格好させられて、ちょっと編集長の趣味で着さされたんですけど、本当いやらしいわこれ、なんすよ、なんでこんな。今日の企画は抜き打ち体重チェックです。おお。いや、まあ変な格好じゃないんで、男の子のルックブックの服です。女の子やろこれ、完全にこの開き具合がマジ胸筋があって、ほらもう大変だしんどいんやけど、マジこれ絶対趣味やん。最近ね、ちょっと俺本当にお酒飲みすぎとって、ジムちゃんと行っとるんやけど、ちょっとやばいなって思い中。うわ、あ、俺体重計とか乗るのマジ何億光年ぶりなんやけど、行きます。はい。でも俺予想通り65ピッタ。まああと3キロぐらい、ちょっと、まあ、海までにあと3キロちょっとトレーニングして、も今日もこの後ジム行くんで、ちょっと絞って、まあ、62から1ぐらいにはこの夏出していきたいなっていう感じですね。まあでも65そんな悪くないんじゃないかな。はい、ということで今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいな、この服装が可愛いなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンとコメントよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。